それでは新型コロナウイルス感染症の発生につきまして発表をさせていただきます。昨日2月の3日県内におきましては192名新型コロナウイルス感染者発生が確認をされました。公衆衛生上の観点から感染された方がお住まいの市町村および都道府県名の内訳を公表させていただきます。徳島市93名鳴門市21名、小松島市8名、阿南市7名、吉野川市6名、阿波市3名、三輪市1名、石井町8名、麦町3名、南町1名、海陽町4名、増毛町3名、北島町16名、藍住町5名、板野町2名、上板町5名、東宮市町1名、岩手県1名、千葉県1名、東京都1名、神奈川県1名、大分県1名となります。また、主な感染経路につきましては、濃厚接触者または接触者が51名、クラスター関連が20名、県外が9名となります。その他感染者の年代や症状の程度など詳細につきましては記者の皆様方のお手元に配布させていただいている資料をご参照願います。これを受けまして徳島アラートに関わる指標について発表をさせていただきます。指標は2つ。まず最大確保病床の使用率263分の86、 32.7%。 2つ目、重症者用病床の使用率0となります。続きまして、この度新たに発生が確認をされました3つのクラスターについてご説明を申し上げます。まず90例目のクラスターにつきましては、積極的疫学調査の結果、これまで発表をした8名に本日発表の2名を加えた計10名の感染者が1つの児童等利用施設において確認をされ、この施設において感染が拡大した可能性が高いことが分かりましたので、この10名に二次感染、同居のご家族でありますが5名を加え、合計15名の関連クラスターとして本日認定することといたしました。ということで、こちら90例目、児童等利用施設関連クラスター、利用者が7名、職員が3名で施設の中では10名、そして同居のご家族5名、合わせて15名の関連クラスターとして認定をさせていただきました。なお、感染者と接触した方は全て把握されていることから、県の条例に基づき現時点で施設の名称や所在地の公表については差し控えさせていただきます。続いて91例目のクラスターについては、積極的疫学調査の結果、これまで発表した1名に本日発表の5名を加えた計6名の感染者が1つの屋内スポーツ活動の場において確認をされ、この場において感染が拡大した可能性が高いことが分かりましたので、クラスターとして本日認定をすることといたしました。ということで、こちら91例目屋内スポーツ活動クラスターということで、この屋内スポーツ活動に参加をした6名、こちらを認定をし、新たなクラスターとして加えさせていただきます。なお、感染者と接触をされた方につきましては全て把握されていることから、県の条例に基づき現時点で活動を行われた施設の名称や所在地の公表については差し控えさせていただきます。次に92例目クラスターについて、積極的疫学調査の結果、これまで発表した3名に本日発表の2名を加えた計5名の感染者が
一つの高齢者施設において確認され、この施設において感染が拡大した可能性が高いことが分かりましたので、クラスターとして本日認定することとなりました。ということで、こちらご覧いただきます。92例目高齢者施設クラスターということで、利用者4名、職員1名、合わせて高齢者施設の中で5名陽性者が確認をされ、クラスターとして認定をさせていただきました。なお、こちらも感染者と接触をされた方は全て把握されていることから、県の条例に基づき現時点で施設の名称及び所在地につきましては公表を差し控えさせていただきます。続きまして、過去に発生をしたクラスターのうち感染者に動きがあったものについて一覧でご説明をさせていただきます。こちらとなります。まず77例目医療機関関係は、まず職員が1名増え、これを加え10名の医療機関クラスター、そして79例目社会施設については、利用者が2名、職員が1名、合わせて3名を加え32名のクラスターとして、80例目児童等利用施設関連につきましては、二次感染同居のご家族2名を加え10名の関連クラスターとして、次に83例目医療機関関連につきましては、職員の方1名を加え19名の関連クラスターとして、87例目医療機関の関係につきましては、患者さん1名を加え22名のクラスターとして、最後に88例目高齢者施設につきましては、利用者が1名、職員が1名、合わせて2名を加え7名のクラスターとして、このような形でクラスターがそれぞれ大きくなることとなりました。さて、昨日発表された全国の新規感染者数につきましては104,472と、初めて10万人を超えることとなり、全国的に大変厳しい状況が続いているところであります。そして本県におきましても、本日発表の新規感染者数が192名と、昨日から微減とはなりましたが、昨日に続く2番目に多い感染者となりました。引き続き強い危機感を持って対応をいたしてまいる必要がございますので、県民の皆様方におかれましては、基本的な感染防止対策より一層の徹底にご協力をいただきますようによろしくお願いを申し上げます。そこで以下、今日は非常に多いんですが、9点ご報告を申し上げてまいります。まず、感染者の同居ご家族の待機期間の短縮についてであります。すでに報道がなされておりますが、一昨日政府におきましては、新型コロナウイルスに感染をされ自宅療養を行っている方の同居のご家族について待機期間を短縮をすることが決定をされました。ということで、こちらちょうど従来の基準と今後の基準、非常にシンプルになったんですね。いわゆる今回のオミクロン株の特性、非常に感染が早い、潜伏期間が短い、こうしたことがあって、またエッセンシャルワーカーをはじめとして各社会経済活動、こちらを止めない、こうした観点から、これらについて厳密に待機期間、こちらを行ったと、これが今回の形。従来だと一番長いと17日間、ご本人濃厚接触者などとして自宅で健康観察しなきゃならないものが7日間へと、これだけを比べてみると、非常に合理的な形となったものとなります。ということで、少しレビューしてみたいと思います。ご都合により自宅療養を行っている感染者の方の同居のご家族、今もご覧をいただきましたように、従来は療養期間の終わりから数えて7日間の自宅待機が必要であった。今後は
感染者の発症日または自宅内でマスクの着用あるいは物資の共有を避けるといった感染対策を始めた日どちらか遅い方から数えて7日間で待機が解除されることになりました。このことによってこれまで今もご覧をいただいたように最大で17日間待機が必要であったものが7日間短縮をされることとなります。本件におきましても昨日から政府の方針にのっとった運用を開始しているところであり今後も感染された方やご家族の負担軽減に取り組んでまいります。次に2番目、県といたしまして保健所の体制強化、これは今必須のこととなっております。そこで感染拡大をしている今の現状を受けまして体制をより一層強化をすることとし本日より新たに事業所との調整を行うため商工労働観光部から派遣をするリエゾンを含め保健所体制をこれまで184名体制であったものを193名体制へと拡充をするとともに合わせて入院調整と自宅療養者の健康観察などを行っている入院調整本部につきましてもこれまでの41名体制から50名体制へと強化を行ったところであります。次に3番目、事業所内の濃厚接触者の確認についてであります。今先ほどもクラスター、新たなもの、従来のクラスターご説明を申し上げましたがそのクラスターあるいは感染の中心が学校や保育施設、子どもさんを中心としたクラスターが多く発生をしている、その状況から本件では一時的な対応、あくまでも一時的な対応ということでありますが保健所における積極的疫学調査につきましては学校、保育施設、高齢者施設、あるいは医療機関など重症化リスクやクラスターの発生リスクの高い施設の対応をまずは優先的に行っていくこと、これが重要と考えております。こうしたことから徳島県専門家会議のご意見も踏まえまして各事業所を管理されている方々につきまして保健所からの連絡を待つことなく次のような形でご対応いただけるようにお願いをするところでありますということで、そのフローがこちらということであります。実際このフローというのは保健所が例えば事業所内に立ち入って濃厚接触者、接触者を判定するときの実はフロー、これを事業者の皆さん方にまずはやっていただこうということであります。つまり感染者から感染可能性がある期間、こうしたものをしっかりと把握をさせていただく、これはもう記者の皆さん方にも十分ご承知の、感染者が有症状の場合には症状が出た日の2日前、感染者が無症状の場合には検体採取したその日の2日前、そしてこの期間中感染者が出勤をされていましたかいませんか、もしいないって言ったら事業所内の濃厚接触者はいない、このように判断をいたします。もし仮に出勤をしていたということになればそれぞれ感染者とこれ以下あるようないずれかの接触があった従業員がいるかいないのか、例えば感染者と同居または長時間の接触があったかどうか、ソーシャルダンス、例えば近距離1メーター程度でマスク適切に着用せず15分以上接したかどうか、これまで保健所が立ち入って濃厚接触者この判定をするときの基準、これを適用していただきます。そしてそうした人がいないということであれば濃厚接触者の可能性がある従業員の方はいないんですが感染者の最終出勤日から10日間、あくまでも事業所内では症状がある人がいるのかいないのか確認を行っていただきます。そしてもし症状が発現した従業員がおられる場合には速やかにかかりつけ医の方に電話で
ご相談の上、医療機関を受診するように促していただく。そしてもし仮にこうした従業員の方がいるということになりますと、濃厚接触者の可能性があるということで、感染者と最後に接触した日から7日間健康観察期間として自宅待機をいただきます。また自宅待機終了後も先ほどの10日間ですね、健康観察を促していただく、まさに保健所が持って対応しているこのフロー、これを事業所の方で率先して行っていただくという形を取らせていただくというものであります。次に4番目として、追加接種の効果についてであります。追加接種、今3度目行っているところでありますが、2回のワクチン接種しても、これはファイザーであろうとモデルナであろうと、あるいはアストラゼネカであろうとでありますが、発症予防効果、こちらについてはデルタ株の場合でも、今第6波と言われるオミクロン株についても時間とともに低下をしてくるんですね。また60歳以上の皆様方における重症例発生率、59歳以下の方と比べて時間の経過とともに格段に上昇する、こうしたデータもあり、ハイリスクということですね。しかし機を逃さない追加接種によって、再び重症化をはじめとするリスクを軽減することができます。ということで、こちらアメリカの研究データですね。すでにこれは国でも共有をされているんですが、あまり公開をされてきていないといった点がございます。追加接種の有効性ということでありまして、中和抗体、この上昇についてのアメリカの研究データということですね。これを見ていただくと、例えばモデルナ、モデルナと2回来て3度目モデルナ、つまり同種の接種、あるいはファイザー、ファイザー、3度目もファイザー、同種の接種、この場合の中和抗体の上昇率、これまでの2回に比べて 10.2 倍、2回ですね、この時と比べて。で、20.0 倍。しかし、交互接種という、ファイザー、ファイザーで3度目をモデルナ、モデルナ、モデルナでファイザー。この場合について、例えば、モデルナ、モデルナでファイザーを3度目に打つと、11.5 倍。しかし、この4パターンの中で、ダントツに高いのが、ファイザー、ファイザーと2回目までを打って、そして3度目の追加接種、モデルナを打った場合には、なんと 31.7 倍ということで、非常に効果が高いということが、このようにアメリカで。そしてこれについては、第25回の厚生労働省の厚生科学審議会、予防接種ワクチン分科会、そこでも資料として委員の皆様方に共有されていたものでありますので、こうした点ぜひご理解をいただきまして、ファイザー、ファイザーと打たれた今高齢者の皆様方、あるいは医療従事者の方が中心となっているわけでありますが、ぜひ 31.7 倍、ダントツに高い3度目モデルナをご活用いただければということで、今アスティ徳島で行い、今後県央、県政、県南と会場が増えてきます。2月の11日からですね。ぜひこの県主導の大規模集団接種、こちらでのモデルナの接種ご活用をお願いをいたしたいと思います。そして次に5番目、保育所職員の皆さん方への新型コロナワクチンの追加接種についてご報告を申し上げます。乳幼児の皆さん方、つまり保育の場の対象の皆さん方ですね、第5波まではあまり移らない、第5波からちらほら子どもさんたち乳幼児に移るななんて言われたんですが、今回のオミクロン株クラスター発生でもご理解いただけるようにたくさん出てるんですね。それもそのはず、マスクをつけることができない、あまり推奨しない、こうしたことがあって、どん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 子どもさんが感染をする、そしてご家庭に帰られて家庭内感染を引き起こす、そしてまたそこから保育施設へ別のお子さんが行って広げてしまうという、そうしたバイバイゲーム、これが今起こっているところであります。
そこで乳幼児の皆さん方をしっかりと守るためにも、県主導の大規模集団接種会場を活用して、2月の11日から乳幼児と接することが職種である保育所などの職員の皆さん方を対象に、前倒しの追加接種を実施させていただきます。少しその対象を詳細に申し上げてまいります。対象につきましては、県内の保育所、認定こども園、児童養護施設、放課後児童クラブ、障害児施設などの職員で、2回目のワクチン接種から6ヶ月以上が経過をした18歳以上の方となります。今後順次対象を拡大をすることを念頭に、さまざまな機会を活用して必要とする方々へワクチン接種の機会を提供してまいりたいと考えております。次に6番目、やはり学びの場、今度はこちらもクラスターが多発し休校が相次ぐということでありますので、県立中学校、高等学校での分散登校の実施についてであります。県の教育委員会では、高校3年生の皆さん方が大学受験、これを控え、すでにセンター試験終わっているわけでありますが、3月の高校入試、こちらもあるわけでありまして、生徒の皆さん方に安心して受験に臨んでいただくことができるよう、2月の7日月曜日から2月の18日金曜日まで、県立の中学校、高等学校、中等教育学校合わせて37校を対象に分散登校を実施する運びとなりました。ということで、こちらということになります。対象については今申し上げた通り、市町村の教育委員会などについては取り組みを紹介をさせていただきます。そして実施期間につきましては、2月の7日月曜日から2月の18日金曜日まで、そして集中取り組み期間、これを設け、全対象校37校で行うのが2月の9日の水曜日から15日の火曜日までということで、7日からは準備の整った学校から順次実施をしていくということになります。そして分散登校の方法につきましては、教室内の人数を半分にする、例えば午前と午後で登校する生徒を入れ替えるということもありますし、1日おきに登校する、こうしたやり方もあります。また学年を半数にして、クラス単位で1日おきに登校する、そしてクラスの半分は空き教室に移す、こうしたことが考えられます。また家庭の事情によりオンライン学習が困難な場合、あるいは受験で個別指導が必要な場合は登校を可能といたします。では学校に行けない日が出るわけでありまして、学びの継続の必要性がありますということで、登校していない生徒さんについてはご家庭でリモート学習、つまり授業をライブ配信をさせていただきます。また部活動、こちらにつきましては分散登校中は原則禁止とさせていただきます。ただし直近1ヶ月以内に公式大会を控えている場合、あるいは全国大会への出場がすでに決定をしている場合には実施可能といたします。そして今も申し上げたように、市町村の教育委員会、こちらにも県の取り組みを紹介をさせていただき、今後の対応を検討をいただくことといたします。またこの今申し上げた内容につきましては、本日17時から教育委員会におきまして、県立の学校長会オンラインで開催をし、分散登校について説明をする運びとなっております。次に7番目、県立学校の臨時休業などの判断基準の見直しについてであります。こちらをご覧をいただきたいと思います。県立学校で新型コロナウイルス感染症感染者が確認をされた場合の臨時休業などの判断基準、この上がこれまでの対応ということで、例えば児童生徒
および医療職員が感染をした場合には原則として直ちに全校臨時休業に入ってくる、あるいは保健所による積極的疫学調査が終了し検査対象全員の検査結果が判明してから学校再開、非常に厳格に対応しておりましたが、まあ、なかなか行う場合に影響が大きいということがありました。そして本日2月の4日以降の対応として原則臨時休業ではなくて学級の閉鎖、場合によっては学年閉鎖という割とタイムリーに打てる対応を行うということになります。例えば学級閉鎖の場合としてその対象は陽性者が在籍をする学級、学年閉鎖の場合にはその学年と、また濃厚接触者が可能性が高いという生徒さんが複数在籍する学級、あるいは学年、また部活動などで接触をし濃厚接触者となる可能性がある生徒についてはその生徒さんを出席停止にすると、また学級学年閉鎖あるいは出席停止とする期間の目安については5日間程度とする、まあ、こうした形で学校全体あるいは学びの保障といったもの、こうした点についてしっかりと確保するとともに躊躇なく学級閉鎖あるいは学年閉鎖また出席停止、これが取れるような形をとり感染をこれ以上拡大をさせない、こうした対応も国とともに基準を変えて対応してまいります。そして次に8番目、昨日もあるいは一昨日もご質問があってご説明をいたしました持続化給付金、その知事会が国に対して申し入れをし出来上がった事業復活支援金についてであります。まあ、こちらにありますように申請期間が1月の31日から5月の31日まで、そして新型コロナウイルス感染症の影響において2つの対象月、基準月、これ2つですね、その売上が 30% から 50% 未満あるいは 50% 以上減少した事業者、こちらについては個人事業者ということですから個人事業主、フリーランスも含みます。それと中小法人、売上高に応じてということでこちらにその一覧がございます。またこちらにつきましてはフリーダイヤルでの相談窓口が設けられておりまして 0120-789-140 あるいはバーコード、二次元バーコードがご用意されておりますのでインターネット上での相談ホームページ、こうしたものを参考にしていただきまして、ぜひ該当する多くの皆さんが飲食をはじめとして今回のコロナ第6波などでの大きな影響を受けた皆さん方にはぜひこの機会を逃すことなく申請をお願いをいたしたいと存じます。そして最後9番目となります、徳島県保健製薬環境センターの次世代シーケンサー実施をしておりましたゲノム解析、その結果が出ました。今回は15件がオミクロン株確認をされましたのでご報告を申し上げます。以上、少し今日は盛りだくさんとなりましたが以上となります。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。それでは質問ある方もよろしくお願いいたします。どうぞ。分散登校についてお伺いします。昨日小学校も含めてというお話があったんですけれども、市町村教育委員会に対しては小学校も含めて検討するように、依頼するということです、はい、で昨日もそのご質問にお答えをしたように、今回の一番の目的というのは大学受験、高校受験を控えて生徒の皆さん方に安心、これを持っていただこうと、それから今学びの場が感染拡大をしているということもありまして、その防御、まあ、充電は予防的な分散登校などということも言ってきたところでありますが、その意味では高等学校あるいは中学校、これらがまずメインの対象となる。ただ昨日ご質問があって小学校はどうなるんだ、これはもちろん市町村教委のご判断ということで、
ただ今市町村におきまして小学校クラスターも複数出ているところでありますので、あくまでも情報提供をさせていただいて各市町村教委の方でご判断をいただくと、まあ、そうした形で情報伝達を県の教育委員会からさせていただく、こうした形になります。どうぞ。分散登校に関連するんですけど、はい、16日から18日は学校の実情に応じて実施になっているんですけど、それは具体的にどういう判断基準になるのかというと、はい、延長するのは各学校で判断するのか、それとも県教委が判断するのか、どちらなのか。はい、で先ほどもう一度見ていただくと、この中に書かせていただいているんですが、こちらですね。でまず今日5時から会議を行います。教育委員会の方で校長先生たちと、でそうした中でまず7日の月曜日からは準備の整ったところから順次実施をすると、そして全体が揃って行う集中取り組み期間というのがこの2月の9日、まあ、ここまでは十分準備ができるだろうと、こういうことですね。そして15日までちょうど1週間、ここを集中取り組み期間としてしっかり対応すると。そしてこちらにありますようにその後、今ご質問の16日から18日は学校の実情に応じてそれぞれ延長をするということで、その内容についてはまずは学校長のご判断、こうした形に委ねられるということになります。すみません、どうぞ。読売新聞ですが、事業所での濃厚接触者の確認等についてなんですが、はい、これは、ま、学校だとかそういったところは保健所が対応ということでしたけれども、こういう形でその対応してもらうのは基本的には事業所だけということですか。はい、つまり今回、まあ、事業所でクラスターがあまり出ていないんですね。かといって感染者がいないわけではないということで、やはり これだけクラスターが圧倒的にこの1月あるいは1月から2月多い、まあ、今日も3つ出ているということで、保育の場、それから学びの場で、そこから家庭内感染などを経て高齢者施設あるいは社会福祉施設、また病院、こちらに広がってきているんですね。ということで特に高齢者施設あるいは社会福祉施設、また病院、入院者がおられる、こうしたところは重篤化しやすいということがありますので、何としてもこれは早期に濃厚接触者、これを確定をして封じ込めをしなきゃいけない。そのためには保健所の多くのいわゆる人材をそうしたところに振り向けないと、これだけの数これが増えてくると、やはりそれがどんどん遅れてくることによって囲い込み、これがなかなか難しくなっていく。でその間にどんどん感染者が出て、また新たな濃厚接触者が増えるなんてこともこれありますので、やはりそこの期間を短くしていくというのが大変重要となってくると、例えばある事業所で1人感染者が出ました、あるいは疑い者がいます複数といった場合については、本来保健所が行ってこういう方おられますかでも聞いていくわけですね。それをフローチャートが、先ほどお示しをしたフローチャートということになりますので、それを各事業所にお示しをしてそれを行っていただく、そしてフローチャートに基づいて進めていただいて濃厚接触者その認定を行い、そして検査に回ってくる、まあ、そこの検査についてもできる限りその事業所内でやっていただければ非常に助かる、まあ、することによってやはりクラスター発生の可能性の高いところ、ここを徹底的に、また感染を拡大をさせるとリスクが高くなる、こうしたところを徹底的にということで、あくまでも今の現状に応じてとか、その間まあ、特例的にさせていただく、まあ、保健所に成り代わって事業所では対応していただく、あくまでも限定的にさせていただきたいと思います。事業所の内の連絡というのは、例えば感染者が出た場合に伝えたりだとか、まあ、県のホームページとか、まあ、そういったところでこう周知するというというよりも、いずれにしても感染者が出た場合、あるいは保健所の方に連絡が来たりとかですね、まあ、してくる、あるいはご相談、そこの意味で保健所、徳島保健所が最大の保健所のものですから、商工労働観光部、従来から事業所の皆さん方と顔の見える関係のあるリエゾンを多く派遣をして、その窓口を務めさせる。で実はもうすでに
学校が多いということがありましたので教育委員会で、あるいは保育の場が多いということで、ここは未来創生文化部の方からリエゾンをすでに派遣をして、それぞれ顔の見える関係のあるもの同士が、また実情の分かったもの同士がご相談に乗って、でそれを今度は保健所につなぐと、まあ、こうすることによって保健所の負担を圧倒的に少なくをし、そして今のこの感染急拡大にしっかりと備え、そして濃厚接触への対応、あるいは検体対応であるとか、まあ、そうした入院調整の手助けなど、こうした点をしっかりとここを守っていこうということです。今のお話なんですが、事業所にもいろいろ種類があると思うんですけど、外部の人が出入りが多いところとかですね、その辺、一律に事業所、会社とかというのをこういうふうな方式にするのか、それともそのある程度保健所とその今おっしゃってたリエゾンの中で判断をしてやってくださいというふうに連絡をしていくのかというのは、それはどちらになるんでしょうか。まずは事業所というカテゴリーの皆さん方に対して、確かにおっしゃるように、ほとんど外から来ない人のところもあれば、逆に来客中心のところもあるわけですので、先ほど示しているあのフローチャート、つまり保健所が立ち入って相談に入る場合というのは、お客さんが来るところであろうと、そうでないところであろうと、同じフローチャートにのっとってやっていきますので、もちろんそういう意味でどれだけの接触があったかどうかとか、その距離がどうだったかとか、どのくらいの時間、先ほど15分ということと、マスクをつけてるかつけてないか、こういったところが実は濃厚接触者の大きな判定になる。これまで例えば第4波、第5波とかで、どうして感染が拡大したんですかって言って、実は15分程度マスクをしないで会話をしたとか、そうしたこともこうずっと申し上げてきたと思うんですが、そうしたもう知見、これがかなりもう溜まっているところ、蓄積されているということがありますので、まずは事業所というカテゴリー、こうした皆さん方に対してこうした対応、保健所に成り代わって一時的にまずやっていただく、そして何かご不明な点などあった場合には、日頃から顔の見える関係のある商工労働勧告の者が徳島保健所、こちらのリエゾンとしてご相談に乗らせていただく、でその横というか一緒に保健所の面々がおりますので、当然何かあった場合にはすぐに対応するという形を取らせていただきます。ファーストコンタクトを早くする、ここがポイントとなります。よろしいでしょうか。ではこれで終わらさせていただきます。はい、それではよろしくお願いいたします。ではこれで一旦コロナの会見終了させていただきます。